エルデンリング。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。エルデンリング、今回からこちらをプレイしていきたいと思います。発売してからねずっとやりたかったんですけれども、まあなかなか時間が取れずに、できずにいたんですけれども、今回エルデンリングやっていきます。で、まあ一人でねやっていっても、まあ、ちょっと途中でどうせ挫折して終わるだけなんで、今回は、オンラインマルチプレイメインで、ヤマさんと一緒に協力プレイでやっていこうと思います。で、なので、まあ、なるべくねサクサクした動画の感じで作っていければなと思ってます。まあ、最初のオープニングとか、まあ、そういうイベントのところはね、もう他の動画でいっぱい出てると思うので、そちらを見ていただければと思います。で、一応基本方針としては、まあ、ヤマさんとやっていくので、まあ、道中ヤマさんと一緒にやってるところを、動画にしていって、でボスもまあなるべくねどっちかが死んじゃったらもうちょっとその場で、リタイアして、なるべく2人が残っている状態でクリアをしていければと思います。あと縛るものは特に何にもないかな。まあそのヤマさんと一緒にボスを倒すっていうことくらいだけです。で、自分は最初放浪騎士でやっていって、まあ、基本的には脳筋型で育てていく感じで、まあ、脳筋型が2人いてもしょうがないんで、まあ、ヤマさんはちょっと魔術師系に、する感じでお願いをしてあります。まあそんなわけで放浪騎士やっていきましょう。お、来た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 。はい、というわけでここ林脇の洞窟攻略していきます。お願いします。あ、松明とか持ってねえわ。そういえばここは松明いらないかな。そんな長くなかったっすよね。そうっすね。ボス誰だか覚えてないし。覚えてないっす、ね、とりあえずワンちゃん処理してこう。痛い。うわ、強いわ。でかいな。で、ちょっとアイテム回収して、ヘリーシート。何も見えない。待って、誰かから食らってる。で、ルーンあって、ホタル回収。この中いる？奥にいる。あれ、なんで減ってんだ。で、これ取って、瓶か。回復しよう。はい。あれ、どっちから来たっけ。こっちの奥に進むんじゃないですか。まだ犬がいますよ。お任せ。で、奥か。これ苔っぽいな。苔欲しい。ああ、じゃあ行きます。霧の中。はい。あ、ファルムアツラの獣人いたな。あ、やべ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 、スタミナがない。あ、まだ間違えた。すぐ回復の、これ切り替えの忘れちゃう。で、勝ったか。どうくらい。君いや、いいなあ。あ、いったいったいった。これ押し切れんな。強い。火が強い、マジで。いや、もういける。押し切れる。ゴリ押す。オーケー。バルマーズラの住人。楽勝。タリスマンゲット。楽勝ですね。ここはまだ楽勝っすね。最初の洞窟なんで。ああ。お疲れ様。ありがとうございます。オーケー。じゃあ、お願いします。よし。嵐のふもとの地下墓です。ここはなんかいたよね。いた。ああ、これか。結構雑魚敵がきつい。いた。この投げてくるのが4発かかんな、倒すのに。4発はきついっすね。きついっすね。寝油。で、こっち行って。で、下の方に降りて。
に上に1匹敵がいて、あいつをちょっと下ろそう。1、2、で先行って、炎があって、大丈夫ですか、後ろから来てないですよね。来てない。ここまず突破しよう。おお。しげ。あ、なんか出てきた、出てきた。ちょっと待って、もう来ちゃったよ、俺。大丈夫、倒せる。やばい、ちょっと手遅れたかな。はい。アイテム回収。こんにちは。半分近く減ってますね。まあ、俺も減ってるけど。回復しましょうか。あー、やばい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 。死ぬ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 。なぜか生きてる。待って。やばいやばいやばい。これでも連続で食らわないのか。ああ。それは助かれた。で、ここに敵がいっぱい張り付いてるんだよな。それ引っ込め、あ、引っ込んだか。めっちゃボコられるんで、いる。はい。いますね。どうしよう、とりあえず行くか。はい。まず、一人する。よし。からの。やばい、スタミナがないです。あっち行っちゃった。うわ、死んだ。つねえ。やばいやばいやばい。これだけ回収しよう。蹴り帳か。死亡しました。じゃあちょっと、火付けじゃないな、別のにします。はい、ちょっとサクッとレバーだけ押して、うん、はい、召喚して、はい、ボス戦やりましょう。 OK。 これはじゃあ押して、ちょっと入り口に戻ろう。なんか火が飛んできた。ボスのところまで自力で行ったらダメなのか、回復できないか。いや、もう一回戻ってきたんで、あの扉開けて、はい、ああ、またサイン、あの祝福のところで出してもらえば大丈夫ですね、はい、じゃあボスまで一直線でいきましょう。はい、さあサクサクと。ここが空いてるんで。ああ、そっか、そうそうそう。ではいきます。はい、あ、こいつか。漢字の番犬。火、あ、まあまあ全然普通に通ってますね。入って出て、もうあんま食わない。ツリーガードと戦ったから。確かに、全然弱かった。そうそうそう。吹っ飛ばされた。てか、山田さん、ちょっと僕の叫び声がなんかウケるんだけど。やべ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 。なんでだ。ちょっと。いや、まあ、回復は全然ある。これも、ちょっといけるな。後ろ向いたら炎が来るんだよね。いや、でも遠距離やると、だいぶ違いますね。いや、押し切る。もうさっきからこんな感じだな。でもこれもらえる、タイミング的にもらえるでしょ。もらえるもらえるけど、すごい少ないっすね。ああ、たぶん、なんかたぶんツリーガード倒した感じのあれだと3分の1かな。ああ、今320。ああ、そんな感じっすね。じゃあここもクリアで。あ、なんかある。あ、違う、これアイテムじゃねえか。
位牌を手に入れたんで終了です。帰りまーす。はい。ではリムグレイブコード、はい、今回のメインです。やってきます。はい、ちょっとアイテムも回収しながら行きたいんで。 OK です。ちょっと倒しながら、まずはこいつ。はい、硬いよな、ほんとこいつら。いや、ガキーンガキーンってなっちゃう、うん、あ、ダメだ。よし、探石で、掘ってるやつはちょっと一旦仕方して、あ、やばい、ほらで、刻め、やばい、もう半分減ってしまった。おお、ちょっと上のやつも処理したい。半分いかないからな。お、いいねいいね。三石一で奥。ちょっとこいつの、てか山さんのバックスタブっていくつ当たります？58。あ、ちょ、あ、俺と変わんないな。火力はじゃあそこそこあってますね。聖職者で変わんないんだ。聖職者で俺と変わんないっすから。完全に俺劣化版だよな。遠距離硬い俺、ただ鎧が硬い。ああ、それはでかいっすね。ちょっと一応これ見ました。一人がタゲを取ってる時に後ろからバックスタブドレッド。そうっすね。よしよし、あ、来た、ネズミちゃん。これは燃やすか。ネズミちゃん意外に硬いからな。結構3発かかるんだよな、強っ。あ、2体当たった。はい、めちゃくちゃ効率いいっすね。罰で誰もいないか。で、探石、ここは探石がいっぱいあるんで。あれ、そのレイピアって鍛えてあります？ないです、何にもしてない、取っただけ。で、こっちか、奥。ちょっと一旦一番下まで、はい、降りたいっす。この先はまた後で。はい、で、こっちもちょっと早々に処理する。で、クズ奇跡、いいね。で、こいつか、はい、おー、いいっすね。あ、まだ生きてる。お、ツルハシ、おー、まだいる、まだいる。おいって、ちょっともうちょっと攻め。いいね。で、ちょっと奥のアイテムを回収。探石1で、ここはこんなもんかな。はい、多分。じゃあ上に戻りましょう。いつも分かんなくなると。どっち向きか分かんなくなる。どっちだっけ。奥ですね、こっち向き。本当に？うん。
あー、危ねえ。つか、ここもまだ。あー、で、ちょっと右から処理していこう。こっちっす。はい。で、はい。ちょこんってな、ちょこんって殴ってるよね。弾かれちゃってますもん。いや、俺も弾かれます。あ、こっち見てる。あ、チャンス、オッケー。おい、で、攻めに一発。あ、来た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 。取れない、後ろが。あ、まだこいつ死んでない。あ、マジで。いやー、やばい。こいつも厄介すぎでしょ。いって回復します。ちょっとこいつを処理したい。はい、 OK。回復したのかよくわかんない。わかんないですね。多分俺はそんなに回復しないですよね。あの、あ、一緒に回復してもらっても。そうなんだ。まあ半分かちょっと3分の1かわかんないですけど。で、探石ゲット。あ、ただ今このロングソードは現状では鍛えられるだけ鍛えてあるんですよね。プラス3です。じゃあこれあげとこう。あ、これであげるんだっけ。死んだ時用のために。死んだら突っ走ってきましょう。またそうっすね。ちょっと死ぬ前提になってるけど。で、これなんだっけ、どんな敵だっけこれ。いや、でっかいトロールみたいなやつっす。いきます。はい。回復は俺は結構余裕あるんで。はい。あー、こいつか。あー、こいつ俺がやってたところで雑魚で出てくるやつだ。そういうもん。道にいる、道にいるこいつ。弾かれる。おー、いいね。でもやっぱ火力いいよな。食らってる食らってる。やばい、今叩きつけられた。回復したい。撤収決めるとすげえダメージ入るんですよこいつ。ほら、ここか。足、俺はもう足元しか狙えないから。これちょっと離れてる。はい。いやー、遠距離いいわ。あ、これも決まりじゃないですか。ひなげいいっすね、やっぱり。でかい敵にはいいっすね。ああ、高校のメダリオンゲット。またこれでレベル1上げられそうだな。おお。消えてった。ありがとうございます。あばす。よし、とりあえずじゃあ一応これ第1回目の収録なんで、この3個の洞窟でいいかな。なるほど。探石を手に入れたんで、ちょっとね、ハルバードも持ってて、こいつ一番最初で、うん、ハルバードも鍛えたいんですよね。ただハルバード重いから、うんうん、ちょっと持久力を上げていかないと。ああ、あんまり触れないんだ。あ、そうそうそう、そうっす。なるほどね。というわけで、エルデンリング山さんとこんな感じで2人でやっていきますんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。